こちらは山形県警です。山形市内で警察官をかたるオレオレ詐欺のアポ電が発生しています。山形市内で警察官をかたる電話が来ているようでして、特殊詐欺、嘘電話詐欺の前兆電話、アポ電の発生時、金融機関との迅速な情報共有を図ろうと、山形県警は NTT 東日本の自動家電システム、新オートコールを導入しました。登録された電話番号に一斉に家電し、指定されたメッセージを人工知能 AI が読み上げる仕組みで、水際対策を強化する狙い。東北地方の県警での導入は初めてです。百聞は一見にしかず、報道向けに行われたデモンストレーションをご覧ください。警察がアポ電を認知次第、登録された電話に一斉家電。こちらは山形県警です。山形市内で警察官をかたるオレオレ詐欺のアポ電が発生しています。窓口での警戒強化をお願いします。このメッセージを聞いた方は、ピピッという発信音の後に、はい、とお答えください。はい。はい、と認識しました。山形県警からのメッセージは以上です。山形市内で警察官を語った、特殊詐欺の電話が発生している旨の連絡がありました。窓口等での警戒をよろしくお願いします。いらっしゃいませ。すみません。お使い道お決まりですか？警察の方から電話がありまして、はい、そうだったんですね、はい、あと、銀行の方にも山形県警さんから連絡があって、はい、今山形市内で警察官をかたる不審な電話がかかってきているそうなので、はい、ちょっとお話をお伺いさせていただいてもよろしいですか？はい、わかりました。お願いします。これまでアポ電を認知した際は、各警察署において個別に各金融機関の方に電話をかけておりました。一斉に家電することができるようになりますので、その電話をかける作業、さらには現場への警察官の重点投入が可能となりますので、犯罪の検挙にも役立つものと考えております。新システム、新オートコールは11月上旬から実用されます。